つてお前と結婚のちぎりを交わそうと夢見た場所だ。あなたが？おかしいか。いいえ、そんな時代があったわね。みんなが幸せに夢を見られた時代が。待って、ここであげましょう、二人だけの結婚式を。結婚式？ラオウのマントだ。兄も祝福してくれるだろう。幸せな時代ならきっとみんなここに来てくれたわね。誰が金を？剣？ユリア、見えないか？魂が一つに結ばれ、永遠に続くこと。永遠に続くことを。美しい夕日だ。お前といるこの時が永遠に続けば。沈みゆく夕日は誰にも止めることはできないわ。ならば美しいと見送りましょう。ユリア、もしお前の病と戦えるのなら、俺はこの命を懸けても。ケン、そんな悲しそうな顔しないで。それより話してくれる？あなたが歩いてきた道を。俺の道？それは私のためではなく、あなたの声が聞こえているわ。そして必ず語り継いでくれる、あなたの救世主の伝説を。ユリア、必ず語り継いでくれる、あなたの救世主の伝説を。世界を覆った核戦争は文明を葬り去り、世は暴力と無秩序に支配された。人は皆
再び闇を恐れ、明日への希望を失った。男の名はケンシロウ。後にこの絶望の世の救世主となる若者も、今は絶望の中で荒野をさまよっていた。究極の暗殺剣、北斗神拳の伝承者であった。だが、彼はまだこの暴力の荒野で己の宿命に目覚めてはいなかった。そして、天は待ち続けた。ケンシロウの目覚める時を。これはこの男、狼たちと戦ったようだな。すごいね、10匹の狼を一人で倒すなんて。だがこの男も死んだ。これだけの力があるなら逃げることを考えればよかったもの。さあ我々も急ごう、うん、アーモン急ぎなさい、うん、でも生きてるよ。生きてる、この人生きてるよ。どうするサヤ、命あるならば助けましょう。しかし近くの町まで運ぶくらいは。見捨てたら私たちは人じゃなくなるわ。そうだな。ほら、しっかり足を持つんだ。ダン、アモ。何やってんだよ。もっと力入れろよ、アモ。やってるよ。しっかり持てって、アモ。おい。なんだ。なんだお前たちは。見つけた。でへへへへへでへへ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 へ。しけた収穫だに。収穫？お前たちは何だ。私たちをどうする気だ。でへでへ、安心しろ。俺様は奴隷商人のグルマ。奴隷商人だ。ああ、お前らでも俺たちの 2,3 日分の食料と交換できるだろう。でへでへでへ。私たちを奴隷に。嫌ならここで殺しちゃってもいいのよ。もうお前らは俺の商品なんだ。でへでへ。そんな。おいお前たち、商品を積み込みなしゃい。ボス、こいつは。死にかけ野郎なんか捨ててけっての。
ダメだ、この人も一緒じゃなきゃ。このままにしてたら死んじまうだろう。でへでへ、可愛い顔しちゃって惜しいな。お前が女ならな。いいかい、坊ちゃん。死にかけなんか売れないのよ。女なら美人、男なら強くて元気なやつでないと商売になんないの。でへでへ。なら、この人強いよ。そうだよ。この人は一人で狼をみんなやっつけたんだ。見ろよ、これ。何？こいつは銃でも刃物でもね、腹渡から爆破されてる。これを素手だと。これはもしかすると掘り出し物かも。ボス、死にかけを連れて行く気ですか？商売商売、でへでへでへ。それから手錠をかけとけ。本当ならやべえからな。でへでへでへ。さっさと歩くんだよ。でへでへ、お前たちは俺様にとっ捕まってラッキーだぜ。俺は商品は大事にするのがモットーだから車に乗せてやってるんだ。ありがたく思えよ。でへでへ。ここは月相シティ。この辺りで最大の奴隷市場よ。お前らみたいな弱い奴らは奴隷として売買される。腕に覚えのある奴らはここに兵士を探しに来る軍閥に雇われる。俺はその売り買いや仲介でたんまり儲ける。そういうことよ。でへでへでへ。あれは？ん？逃げ出した奴隷の末路よ。よく覚えておけ。でへでへ。何すんだよ。怪我人だぞ。そうキャーキャー言わないの。これでも大事に扱ってやってるんだ。そんなことより、ここが俺様の店だ。見てろよ、お前らを高く売ってやる。いいか、客が店を覗いたらせいぜい元気な顔を見せるんだぞ。でへでへでへ。あんたわしか。わしは風源。あんたたちと同じ奴隷じゃよ。じゃが足が不自由でな。それで売れ残っておるのじゃよ。まるで天使じゃな。この子たちがあまりにかわいそう。私に力があれば。すまない、さや。母さん、この人泣いてるよ。
これで儲かるぜ、デヘデヘ。ん？将軍様がお呼びです。何？課長？いや、将軍様が？将軍様とは？名はシスカ、この町のボスよ。今は将軍様などと呼ばれているが、元を正せば、たかがパソコンソフトの開発課長だぜ。そんな奴が、どうしてこの町の支配者に？この町には、腐れた水の浄化装置があるんだ。奴はそれを自分だけのパスワードで独占しまって、あとは邪魔者を全部ぶっ殺し、今やこの町の将軍様ってわけよ。哀れだな、ボスも。もともとはシスカの上司、しかも社長だったのに。入ります。ウルマか、よく来た。ま、そこに座れ。はい。何か食うか？いえ。で、グルマ、最近の怪我どうだ？はい、最近はなかなか良い商品が入らなくて。狼殺しか。お前大した掘り出し物を仕入れたようだが、高く売れそうか。なんとかシスカ様にたまった商売代が返済できるよ。めんどくさいな。あまり返済が滞るとお前の店取り上げるかもよ。お前んとこの向かいのジニアがお前の店を欲しがってんだ。ジニアが、それだけは、ここはお前、オアシスの町、この世の極楽だ。水もあれば、電気も食料もある。ここにお前を置いてやってんのは昔の養子意味なんだぞ。どうよ、社長さん。わかっております、課長。今なんてた。しまった。てめえ。将軍様だろうがボケ、昔とは違うんだぞ。グルマ、ぼさっとしてると店を取り上げるぞ。さっさと借金を返すんだよ。わかりました、将軍様。くそ、何が将軍様だ。相変わらずイラつくぜ、あのため息はよ。俺の店？はいはい、商売繁盛、商売繁盛、デヘデヘデヘ。はいはいはい。さあさあ皆さん、グルマの店の掘り出し物、この男、そんちょそこらじゃ手に入らない一級品だ。何言ってやがる。どう見たって使いなさそうじゃねえか。まあまあ、そこのお客さん、こちらの看板に嘘偽りはございません。狼殺しでもよ、こいつが半分殺されてるじゃねえか。そうだそうだ、さっきからちっとも動かねえぞ。死んでんじゃねえか。落ち着いてください皆さん。見た目は一見ポンコツの中古機のように見えますが、実際は素手で狼を10匹も殺してしまうほどの剛腕の持ち主。まさに世紀末のスーパーマシン。でもよ、ぶっ壊れちまってもう動かねえんじゃねえのか。ただいまレストア中で、今しばらくお待ちください。はい。なんだ、話にならねえよ。この店は相変わらず調子ばっかいいぜ。ケンシロウ、ユリアは俺がもらい受ける。それがユリアのためだ。何？お前は自分の女を奪いに来た俺を殺すことに躊躇した。
そんな甘さはこの時代には通用しない。そんな奴には女一人守ることなどできない。だからお前にユリアは渡せないんだ。うわあ！ユリア！父さん見て、この人目開いたよ。じゃダメだ。大丈夫？あんた、なんで狼の死体と一緒にあんな場所に倒れていたんだ？この傷のために。あなた、誰にも言いたくないことはあるわ。ああ、そうだな。あんたすごいよね。あの狼を全部倒したのあんたなんだろ。ダン、余計なことを言うな。助けてくれてありがとう。いや、あんたを助けようとしたんだが、このありさまだ。礼には及ばんさ。力なき者は奴隷か。今の時代、弱い者は奴隷として売り買いされる。いずれ怪我が治ればあんたも食料と交換で売られる運命じゃ。おじさん悲しいの？私はアモ。おじさんは？俺はケンシロ。よろしくね、ケンシロおじさん。ああ、しっかりして。おじさん、アモ、気をつけなさい。この人はまだ何者かわからないんだぞ。このおじさんは父さんが泣いてた時一緒に泣いてたもん。だからきっと優しい人だよ。父さん言ったでしょ、人の悲しみがわかる人が本当に優しい人だって。そうじゃな、確かに泣いておった。そうだ、そうだったな、アモ。なんだか暇だな。やっぱハッタリだけじゃ客は食いつかねえな。こう不景気じゃ俺らも店移った方がいいかもな。はあ、狼殺しの男？いつまでそんな看板つけてんだよ。ああ、おいおい、ここじゃ店同士の営業妨害はご法度だぜ。お向かいさんよ、グルマの店はこんな看板だけは立派で、中身は相変わらずしけてるな。ああ、なんだとてめえ。狼殺しの男ね。おい、そいつはどいつ？あそこに寝ている男でございまして、なんせ素手で狼を10匹も倒した男なんでさ。今なら食料1週間分か、ガソリン200リットルで大セールだぜ。あんな奴にそんな価値があるのか？その仲介料ちょっと高くねえか？旦那、やめといた方がいいですよ。そんな奴にするくらいなら、私の店にいるもっと屈強で頑丈ででかい奴にしといた方がいい。おい、ジニア、営業妨害はしちゃいけねえって言われてるだろ。これはこれはグルマ。いやね、あんたの店の高いだけの売れ残りがあまりにもみそぼらしくって、ちょっと心配なだけなんだよ。んそれはそれは、余計なお世話はありがとうさん。お前に同情されるほど俺様の店は落ちぶれちゃいねえんだよ。ちょうどいいや、せっかく羽振りの良さそうなお客様だ。私の店のおすすめ商品とお宅の狼殺しのどっちが強いかお見せしようじゃないか。うん、俺はまだ買うとは決めちゃいないぞ。おお、いいだろう、ジニア。明日真昼の決闘と行こうじゃねえか。ちょっと待てよ、この人はまだ怪我が治っていないんだ。何言ってやがる。こいつは狼殺しだ。
怪我してたってどんな相手だろうと敵じゃねえよ。うん、受けて立つぜ。うん、でへ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 、うん、でへでへでへ。だから俺はまだ決めてないって。でへ、人を集めやがったんだ。しかも静かに。これだけの前であの男が負ければ俺の店は潰されちまう。やばいぞこいつは。ぬるま、これを機にお前の店なんて潰して俺の店にしてやるよ。あの騒ぎのおかげで警備も手薄だ。ああ、今がチャンスだな。皆様、本日は大変お忙しい中お集まりくださり、この車感激しております。でへでへでへ。さて、我がグルマズスレイブショップの一押し、仲介料はたったの食料1週間分、あるいはガソリン200リットル。狼殺しの男をご紹介します。ねえ、シャキッとしろ。てめえ、巻き上がったらあいつらは皆殺しだからな。さてさて、ご来場の皆様、我がジニアマーケットの一押しは昨日入荷したてのほっかほか熊殺しの男ガデスの登場です。うっ、にぃ、俺は熊を締め殺した。狼殺しなんか引きちぎってやるぜこの野郎。あ、おい、本当かよ。グルマ、今回ばかりは運が悪かったな。お前が狼殺しならこっちは熊殺しを用意したぜ。うん、ただのデクの棒じゃねえか。各自好きな武器を選ぶがよい。将軍様、恐れながら申し上げます。この男非常に危険なため、手錠をはめたままでの戦いをお許しください。それはグルマ、無謀ではないのか。おいおい、グルマ、気でも違ったか。ガデス相手にそんなことしたら、ただ犬死にさせるだけじゃねえのか。ちょうどいいハンデだよ。ジニア、後で吠え面かくなよ。悪いが手錠は外せねえ。おめえが負けた時の言い訳が立たねえんだ。恨むなよ、俺を。そんな、ひどいよ。まだ立つのもやっとなのに。父さん、ケンシロウさんが殺されちゃうよ。いや、まだ希望を捨ててはならん。あの男がわしが知っておるケンシロウならばな。さっさと殺してしまいがです。これで勝ったらお前のギャラは3倍だ。安心しな、痛みを感じる暇もなく殺してやるからよ。お前、武器はいらないのか。武器はこれでいい。あの野郎、諦めたのか。完全に開き直ってやがる。それでは、ほーぬーじゃー。お
う殺し合いのゴングは鳴ってるんだよ、狼殺しさんよ。おいおい、まさか今ので死んじまったんじゃねえのか。あんた、本当に熊殺しか。どうやら子熊でも相手したようだな。何、子熊だと。なんだそれ、強がってんじゃねえ。お前、何やってんだ。まだか。何あれ。さあ、おまじないか。おめえ、意外とバカ力だな。無駄だ、死に急ぐこともない。もうやめておく。何言ってやがる、病人みたいな面しやがって。てめえこそ限界だろう。このくたばりとこないか。スーパーマシンだって。おお、それまで。ピーちゃん、ケンシロウさんすごいね。ああ、めっちゃ強い。あの人は本物の狼殺しだ。そうか、やはりそうであった。こんな景色はもはや過去の遺物だと思っていたが、これがシスカの権力の源か。ああ、これは人質だ。これがある限り、この町の住人たちはシスカに服従するしかない。しかも奴は牢獄ばかりか、この城塞ごと町を爆破するリモコンを肌身離さず持っている。そのスペアがここにあるんだな。ああ、そうだ。奴が持っている方は、そいつを奪う手はずはもうつけてある。なあ相棒、それならこの町俺たちが手に入れてもいいんじゃないか。ああ、やめておけ。あの方がいる限り不可能だ。妙な考えは命取りだぜ。あの方か。おい、マジか。おい、いつだ。おい、ここは動物園じゃねえんだぞ。商品を買う気がない奴は帰れ帰れ。熊殺し殺しで狼殺しの男。ボス、これ読みづらいですよ。バカ野郎、お前も見ただろうが、あいつの強さを。我ながら本当に運がいい。ノーリスクハイリターンビジネス。ボス、それにしてもどうするんですこの男。そりゃ高値で売れるだろうよ。あんなの見ちまったら、いくらうちらでもあいつを抑えきれないですよ。まあな、でも商品は商品だ。どうにか言うことを聞いてもらわんとな。お前は、はいはい。そんなに俺を売りたいなら、この家族も一緒にしてもらおう。え、何をおっしゃっているんですか。ここにいる全員は俺と一緒に売れと言っているんだ。つまりあなたとこの家族をセット販売しろと。じいさんもだ。え、それにこの牢は居心地が悪い。
別の場所に移してもらおう。それはちょっとむむ、うん、はい、了解しました。しばしお待ちを。なんなんだ一体全体。こりゃ下手をしたらハイリスクノーリターンビジネスじゃねえか。これでいい。これでもうあんたたちが離れ離れになることはない。ケンシロウさん、ありがとうございます。ケンシロウさん、それでいいのかな。どういう意味だ。弱い者はまたどこかで奴隷商人に捕まって売られる。この家族の運命は変えられん。あんたの優しさは強い者の一時しのぎの身勝手とは思わんかね。それはなぜあんたは熊殺しを殺さなかった。奴では俺は殺せない。ならば殺す理由もない。それが身勝手じゃよ。あんたはそれでいい。だが奴は傷が癒えればまた平気で人を殺す。それはこの家族かもしれんぞ。ならば俺にどうしろと。お前さん甘いの。アモは何を祈っておるかわかるか。何だと言うんだ。救世主の出現じゃよ。弱き者はいつの時代もそうじゃ。救世主。救世主とはどんな悲しみも背負い、決して己の宿命から逃げぬ者のことじゃ。守備は従来様、すべて準備は整いました。もはや城塞攻めの機は熟したかと。よかろう。さっきと邪神の匂いがする。何を。俺を殺せ。そしてそのリモコンを手にすればいい。そうすればゲッソーシティはお前のものだぞ。そのようなことは。この世には敵か味方か死骸しかない。見分けるなど造作もないことだ。くせえ。ならば死ね。お前の獲物だ。食らうがいい。あの町は誰にも渡さぬ。出陣だ。町の中に入れるな。
襲だと？敵は呪骸軍でございます。めんどくせえ、またあのバカが。いつも通り追い返せ。しかし今度は様子が違います。一気に攻め込まれたら我らにも大きな被害が生じるかと。で、何をびくついてる。奴らには適当に水と食料と、それと何人か若い奴隷をくれてやって帰らせろ。この城塞は難攻不落だ。本気で攻めてくる気などあるはずねえだろ。はあ、ですが。ぼーっと突っ立ってないで、さっさとしろ。ここに水と食料がある。そして奴隷もつけて貴様らにくれてやる。早々にこの場を立ち去るのだ。そんな、あいつらいつもと違うじゃねえか。路上だ。すべての門はすでに閉鎖。これより路上戦に入るぞ。路上だ。路上しちまえばこっちの勝ちだぜ。この町以外この辺りには水はねえ。敵はそのうち干上がっちまうさ。それより急げ。お前たちは引っ越しだ。私たちをどこへ。俺んちだ。牢よりマシなとこはそこしかねえんだよ。ねえねえ、おじさん、喉乾いたよ。ああ、水場から汲んできたばかりだ。飲みゃいいだろ、こいつを。ケンシロウさんにもあげるから、ちょっと待っててね。飲むな。その水から毒の匂いがする。なに？これでは籠城などのんきなことはしておれんの。やつ本気だ。水がなくなった今籠城も意味がない。このままじゃ俺たちも巻き添え食って皆殺しにされるぞ。には耐えられぬ光景だろう。どうしてそれを。いくつになる。15。何毒。これは呪骸の本気だという意思表示かと。戦い、この町を守れ。さもなくはお前たちの家族を殺す。お前たち、これがわかるな。こいつは起爆装置だ。俺に逆らえばお前たちの家族、女、みんな皆殺しだ。いいか、お前たちは人質を取られていることを忘れるな。はあ。なぜお前たちはシスカの言いなりに戦うんだ。仕方がないんだよ。こいつらは皆シスカに人質を取られておるんじゃよ。人質だと。ああ、このじいさんの言う通りだ。俺なんかまだ2歳になったばかりの息子をな。かわいい盛りだぜ、チキシュー。おお、おいらも戦う。さっき見ただろ、井戸の周りでみんな毒で死んでた。何もしなかったら殺されるだけだ。ダン、逃げたって何も守れない。誰も助けちゃくれない。だったら戦うんだ。そうしなきゃ何にも守れない。
こへ行くつもりじゃ、うん、シスカを殺す。そんな体では無理じゃ。それに奴の周りは親衛隊が固めておる。だが俺にはそれしか。その胸の傷のためにあんたの計略は乱れ、十分な気が生まれない。計略飛行をつき、そこに一気に強烈な気を打ち込まねば、北斗神拳は無力。残念ながら今のあんたはただの怪我人じゃ。どうしてそれを。わしはあんたの胸に傷をつけ、百合山で奪った神に、なんと古州拳を授けた男じゃ。何？それでは真の主婦。ああそうじゃ。んじゃが今はただの老いぶれよ。真になんと古州拳を伝承した後、奴に両足の剣を切られてしもうた、うん、あやつは己の欲に負け、あんたの愛するユリアを奪った。じゃが今はそれが許される時代なのじゃ。なんと乱れる時北斗現るという。ケンシロウ、あんたの宿命はこの暴力の時代を終わらせることじゃ。今は逃げるのじゃ。わしらに構うな。ここで死んではならぬ。非常になれ。大きな使命を果たすために非常になるのじゃ。できぬ。俺にはそんなことはできぬ。荒野であの家族に救われた。それは天があんたを生かそうとしておるからじゃ。その意味がわからんのか。わからん。だが奴を殺せば誰も戦う必要はない。それだけははっきりしている。甘い、甘いな。こんな男が、こんな奴のせいで。怖いね。おちおち寝てもいられねえ。お前、グルマンとこの狼殺しじゃねえか。あいつに俺を殺せとでも言われたのか。グルマは関係ない。お前さえ死ねば誰も死ぬ必要はない。それだけのことだ。面白いこと言うな。みんなを助けるために俺を殺すと。だがそれは間違いだ。これをしたらどうなるかお前は分かってんだろうな。このボタンを押せば地下にいる人質から何から全てが吹っ飛ぶ。わかるか。押した瞬間全員がドカーンと死ぬんだ。みんな死ぬんだよ。捕らえろ。そんなアマちゃんでこの俺様に対抗しようなんじゃ100年早いわ。うるさいったら。ありゃ、俺の商品が。なんてこった。
こいつのようになりたくなければ今一度将軍様への忠誠を誓うのだ。あいつどうしてこんなことに。ケンシロウは一人で、しかもあの体でシスカを殺しに行ったのじゃよ。何？どうしてそんなこと。そうすればみんなが助かるからじゃ。そんなわしは久しぶりに見たよ、人間らしい男。ケンシロウさん、オイラたちのためにありがとう。ダン、オイラ、獣害軍と戦うよ。やめろ。何もしなければ敵もお前たちを殺しはしない。もう遅いよ。母さんもアモも人質に取られた。オイラが戦わなきゃ二人は殺される。シスカ。さんの勇気をちょうだい。ダン、私の本当の名はダンネ。ケンシロウさん、フーゲンさんはあなたを甘いと言うけど、私はそんなケンシロウさんが好き。ダンネ。今度はオイラの番だ。オイラがみんなを守ってみせる。ダンネ。くそ。しかおらんじゃろう。それにあんたはここで死んではならん。そうは言ってもわしにできることは神頼みぐらいじゃがな。なぜ。実はな、攻めてくる獣害もわしの弟子じゃった。何？獣害はあえて伝承者の道を捨てた男じゃ。なぜこの者たちを。こやつらは俺の女房と子供を殺した。たった数日分の食料を奪うために。獣害。チフよ、あなたは俺に南都政権は人を生かすための活人権と教えた。だが俺はもはやその教えを守れぬ。この血塗られた手では地獄ならば俺は情も涙も捨てて、俺はこの剣で地獄の主となろう。神も獣害も互角の腕を持つ良き弟子じゃ。そんな二人にけだものになる道など決して。
消してほしいなんだもの。でへでへ。グルマ。でへ。俺のモットーは商品を大事にすることだ。へへ。みんなで話し合ったんだ。あんたを助けようって。何？あんたは俺たちのために命を張った。それで十分だ。それにあんたには頼みがある。これが俺の息子だ。俺が死んだらこいつを息子に渡してくれ。頼むよ。その代わりいいことを教えるぜ。この町からの抜け道だよ。何？そこから逃げるがいい。俺だって人の親だ。鬼じゃねえ。それに商品は大事にするって言っただろ。でへでへ。いいか、抜け道はあの城の地下にある枯れ井戸だ。人質もそこにいる。よろしく頼むぜ。でへへへ。危ねえ。うわあ、グルマ。なんてこった。やっぱりこんな運命か。どうやら天罰が下ったな。約束を、ケンシロウ。あ、グルマ！ケンシロウ、天はあんたを生かそうとしている。そのためにグルマもわしも矢を受けた。あんたが己の宿命を果たすために。天が俺を。お呼びですか、シフ。ケンシロウ。はい。わしは天の声を聞いた。お前がこれより第64代北斗神拳伝承者だ。主。いやか。なぜラオウや時ではなく私なのですか。今のお前では到底時に勝つことはできぬ。ましてやラオウにもな。ではなぜ。ケンシロウ、お前はどうしようもなく人間臭く、その性格は甘い。この龍拳見ては折れぬほどじゃ。じゃがそれがよい。ケンシロウよ、北斗神拳は死神の剣。死神は史上では人を殺さぬ。ゆえにその本性はまさしく人間であらねばならぬ。野望、嫉妬、憎悪、煩悩の赴くまま人を殺すは魔道よ。天命を聞き、衆生救済のために情にあらず死神は人を殺す。人のために人を殺すのじゃ。死神であり続け、人間であり続けることはつらいことじゃ。しかしそれを背負うことができるのはお前しかおらぬ。それがわしが聞いた天の声じゃ。天よ、北斗の星よ、許してくれ。俺は今こそ知った、北斗の宿命を、我が伝承者の宿命を、悲しき者たちの祈りを。剣士郎に力を。
殺し。へえ、俺は呪骸軍についたぜ。残念だったな。死ねえお前ら。死にやがれ。熱い心を鎖で繋いでも今はムードだよ。また動かねえ。あれ、てめえ、ふざけんな。早くなる。ケンシロウさん、早くなる。俺はお前たちに教えられた俺の宿命を、人々の祈りを。ケンシロウさん、きっとあれが呪骸。どこへ。俺はいつお前たちと共にいる。そして戦う。それが天の声だ。そんな、一人で。なんだあの野郎は。爆弾でも隠してんじゃねえのか。あいつ狼殺しじゃねえか。一人で何する気だ。ケンシロウさん、見ておれ。あやつの戦いを、幾千幾万の軍勢といえど敵ではない。あやつこそ我らが救世主となる男じゃ。引け呪骸よ。引かねばこの俺が相手だ。バカか。一人で凄んでやがる。矢を放て。やつをハリネズミにでもしてやれ。この技は西真空派。貴様、我らが呪骸軍に立てつく気か。外道の声は聞こえない。死にたい奴は前に出ろ。行け。神様、ケンシロウさんを守って。マシンだったぜ。やつを空に逃がすな。やり部隊、やつを叩き落とせ。後ろだ。バカだ。いつの間に。奴らではケンシロウの動きは捉えられぬ。槍など役に立たぬわ。ケンシロウさん。ケンシロウは究極暗殺剣北斗神拳の伝承者じゃ。北斗神拳。面相だ。まとめてかかってこい。続け。奴を囲め。
ケンシロウ。北斗神拳伝承者ケンシロウか。いいぞ、神殺し。戦え、いざとなったら。こっちにはこれがある。こいつでみんな地獄に道連れだ。貴様は。やっと見つけたぜ、もう一つを。何？もう一つだと？ああ、一つ目のありかは教えてもらったんでね。誰にそれを。おう、お前は。あんたにはもうこれ以上ついてはいけない。俺を裏切ったのか。呪骸様は俺の家族を返してくれると約束してくれた。そういうことだ。悪いな。さあ、システムを動かすパスワードを教えろ。お前には教えるしか生き延びる道はない。MO-MO-0328。 MO-MO？ もうもう、死んだ娘の名前と誕生日だ。ああ、そう。そりゃよかったね。お前、約束は。この世に約束ほど当てにならねえものはねえ。そうだろう。獣害様に届けろ。もはやこの町は獣害様のものだ。お前は北斗神拳伝承者ケンシロウだな。猿がいい。お前たちは無駄死にするだけだ。何を偉そうな。神ごときに女を奪われたお前の剣など、この俺に通用するとでも思っているのか。古衆剣の爪の跡だ。今度は腹渡までえぐらせてもらうぞ。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。お前ごときでは俺に勝つことはできん。お前と俺には致命的な違いがある。それは欲望、執念。欲望こそが強さにつながる。お前にはそれがない。力ずくの欲望の果てに待つものは虚無。それは誰も幸せにすることなどできはしない。甘いな。いや、終わった。なんと極時計。ただ宿命のままに無双の剣を振るうのみ。
面白いな。これはシスカは死んだ。それは城の起爆リモコンだ。お前にこの町をくれてやる。呪骸、お前には邪神の匂いがない。そればかりか、なぜか懐かしい匂いがする。古き良き時代のな。いいか、その代わり俺に見せてみろ、その甘さがどこまで通用するか。俺は地獄の底から見物させてもらおう。リモコンだけがボタンじゃねえ。この町は誰にも渡さねえ。この俺が地獄まで持ってくぜ。それが我らの望み、我らが悲しみを祈りを心に刻め、さすれば我らがお前の盾となる。俺の盾に。そうじゃ、それが悲しみを背負うということじゃ。行け、我らを盾に。救世主の道を。皆が俺の盾に。
その子を放せ。てめえか、俺の仲間をやったのは。北斗百裂拳。なんだ、てめえの剣など顔ども聞かんわ。ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。